基地オタファの秘密基地アンコール。ギーガントギーガントレビューするぜ、止めてみな。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するのはこれだ。史上最強のブレイブ、充電戦隊恐竜ジャー、超噛みつき変形デラックスギガントブラギオーダおー、全国のガンゲロー集結せよ。早速行きましょう。これが10大充電流、最後の充電流、ブラギガスから変形しギガントブラギオへ。これギミックがすごい多いんだよな。そして箱もでかい。1から10以外の残りの13本の充電池を装填可能。恐竜人とザクトル、パラサガン、つまり初期メンバーの5人の充電流とブラギガスが超噛みつき合体ギガント恐竜人、これになるんだよね。驚異の6体合体。背面のユニットは武器に変形、ギガント砲、発射形態も再現できます。いやー、これ直撃世代の人やね。今ちょうど YouTube で配信やってるんだけど、ちなみにちょうどね、最終回がね、配信されました。まあ、この辺はね、懐かしいなーとかね、あ、最近になって知ったなーっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。それでは中身を取り出します。じゃーん。箱の中パンパンにパーツが入っています。まずはね、なんといっても充電池ですね。トレードカラーはシルバー、ギラッとしています。綺麗な充電池ですね。ブレイブイン。これね、モチーフになっているのはブラキオサウルスです。こんな感じです。ちなみに、恐竜シルバー、賢人トリンですね。トリンの相棒なんですね。というわけで、早速、組み立てよう。胴体パーツにパーツを取り付けていく。ここに尻尾。そしたらこのスイッチを押して開ける。前足、後ろ足はそれぞれ追加パーツ。反対側、そしたら前足はここでロックできます。ここまで来たら最後は頭部ですね。これがここに来れば、これで完成。充電流ブラギガス、でかっまあ、さっきも言ったっけ、充電流の中で一番でかいだけあって、いや本当にこの玩具でもでかいですね。どこからどう見ても大きい。胴体の背中部分には充電池を13本セットできる装填口があります。長い首に頭部、この首周りの造形のところはシルバーの塗装が施されてて綺麗ですね。顔はこんな感じになっています。それからシルバー以外にもゴールドが多用されてて、このガーディアンズの13体、他の13体のレリーフがあるんだよね。見ていこうか。全部で13体、 1,2,3,4,5 で、反対側も5個ですね、6,7,8,9,10 で、この裏に2匹隠れてますね。11、12、そして頭部に13。本体の電源はここにあります。このような音声が鳴ります。で、ここにスイッチがあります。これは様々な形態で、まあ、長押ししたりとかいろいろあります。ボタンを押すとブラギアスの鳴き声、鳴き声は1種類ですね。さらに長押しすると ギガガガーン、このような音声が鳴ります。さあ、充電池セットしましょう。セットのやり方がユニークです。口をこのように下げる。そうすると充電池をセットする装填口があります。ブレイブイン。セットしたら下に下げ、最後に口を元に戻すと。これは認識的にはこのカバーを下げた時点でここでスイッチが反応して、
まあ、こういうプロセスになってると。なので充電池セットしてなくてもここの開閉だけで音は鳴りますね。じゃん、ついに揃いました。10大充電流全部並べるとこんな感じだ。いやー、壮観だね。この中でもブラギガスが、まあ、ちょっと尻尾が隠れちゃってるんだけど、まあ、一番でかいことがわかるかと思います。しかし恐竜じゃはカラフルだな。どの充電流にもゴールド、イエローが取り入れられてて、とにかく派手派手ですね。さあ次は連動ギミック、充電池。11から23までの充電池が全部あります。これはあれですね、当時集めるの大変だったなと思っている方も結構いるんじゃないでしょうかね。これは食玩とかガチャ、まあもちろんデラックスとかでもあったんだけど、いろんなのでね、購入できるチャンスがありました。背面のここにセットするわけです。ここに赤枠がありますね。そうです、これ13本全部刺さなくてもここだけ刺せばその音声が反応するってやつです。試しにこういうところにセットしても音は鳴らないです。セットしましょう。このような音声が鳴ります。基本的にどこにどうセットしてもいいんだけど、さっきのやつ以外で順番に入れていきましょうか。ディノスグランダー、ケントロスパイカー、スティメロ、アロビラス、ビヨンスモ、オビラップ、イゲラノドン、トベランダ、グルモナイト、アーケノロン、プクプトール、フタバイン、そして最後にディノチェイサー。うん、一点に装填された音が流れましたね。セットするとこんな感じ。それぞれのトレードカラーがチラッと見えて、ここ派手でいいですね。で、この状態でさっきのボタンを押すと、11のディノチェイサーから最後のフタバインまで音声が流れます。最後なんで、もう一回押すと最初に戻ると。ブラギガスの基本的な遊び方はこんな感じ。さあお待たせ、ギガガブリンチョ変形させましょう。ギーガントギーガント、みんなでね見守られながら変形させます。今回のオタファテクニカルレベルズバリ3かな。めちゃくちゃ簡単です。それでは行きましょう。まずいきなり音声ギミックが発動します。背中パーツを倒し、このようにクランク状に折りたたんで、このまま押し込むと、ギガガブリンチョ音声が鳴るんだよね。そしたら、頭部を外し、この前足はロックされてます。ロックを外して、あ、そうだ、ごめんごめん。その前に、尻尾パーツを外します。これ外して、ロック。反対側も同様。これが足になります。これでね起き上がります。さあそしたら今度は腕、下に下ろし回転、爪を中に収納。今動いちゃったんだけど、ワンクリック倒す。反対側も同様。そしたら首、これがグリップになっています。これを起こして頭が外れます。そしたらここに尻尾パーツを取り付けると。でこれがね手持ち武器になります。この可動部根元が動くんで、グルンしないようにね、グーンしないように気をつけてください。さあそして最後に頭部です。この外したパーツ、この中にフェイスパーツが出現。これを頭部位置のここに
取り付ければ。ギガントブラギオだ。おお、この変形のプロセスのこのストーリーがいいね。最後にボタンを押すとあのおなじみのギーガントギーガントが流れるという。ブラギガスの時は結構大きかったんだけども、変形すると結構コンパクトになりますね。後ろポッと見た感じ余剰パーツが見えるんだけども、さらなる巨大合体をねこう連想させてワクワク感があっていいですね。こういうところとかすごく好きです。この武器は大きいですね。一見するとあまりパーツになるようなものもちゃんと武器として処理されているというわけです。この武器の名前はギガントアックス。そう、斧ですね。巨大な斧型の武器。グリップ部分は柔軟に可動、ある程度ポーズに合わせた持たせ方ができます。で、本体はこんな感じですね。正面から見ると、そうだね、シルバーがモチーフのカラーリングではあるんだけど、ゴールドが結構いっぱいあるんだよね。この13の充電流の、ガーディアンズ。これがね、レリーフが非常に目を引きます。ボディは赤黒ですね。そして頭部。この恐竜じゃのロボ、どれもかっこいいんだけど、これもまたザ恐竜ロボという感じですね。ブラギガスの頭部が、まんまメットパーツのようになっていると。ちょっと牙のようなマスクの造形になってたりとか、いいですね。変形パターン自体が豪快な折りたたみ変形といった感じなんだけど、ボディのバランスがちゃんと取れているという感じですね。各部を動かしてアクション。劇中でこのアックスの使い方は両手持ちですね。両手で持ってこのようにね攻撃していました。あとはさっき説明したようにジョイント部分でこう動かして、こういう風に持てば移動している時のような感じですね。このアックスがあることによってさらなるこの巨大感、これを演出しています。力強さがこのフォルムスタイルに現れています。ちょっともう一回ボタン押そうか。みんなで手拍子お願いします。とギガントギガントブラギオ。やっぱこう神々しくていいね。ちょっと話それるけど、一番最初の恐竜モチーフの恐竜戦隊10レンジャーの時も同じく恐竜がブラキオサウルスがモチーフのキングブラキオンっていうのがあったんだけど、あれも歌がねすごくコマーシャルとかねそそるんだよな。あれを放出とさせます。でスイッチここですね。さっきのボタンになります。ブラギガスの時はいろんな音声あったけど、このギガントブラギオになった時はさっきの音声のみとなっています。まあ長押しが実はできるんだけど、それはまた次の機会にしとこうか。じゃん、最後は比較ですね。恐竜ジャーに登場する4体のロボ全部並べました。いやいいね、こうやっぱずらっと並べられるのいいね。こう見るとそうだね、恐竜人以外は単体で、全部変形しますね。ギガントブラギオは、ほぼワンピースで変形できるのかな。尻尾とか首外すけど、まあ、変形パターンもすごく簡単なんだよね。大きさ的にはだいたい同じぐらいか。比較はこれ、ちょっと待った今年の王様戦隊キングオージャーにはこの恐竜ジャーがね登場しましたね。他のシュゴッドと合体した姿、キング恐竜人。この子もぜひ並べてあげたいですね。ちょっとデラックスの恐竜人隠れちゃったけど、僕の中でこの2体はねやっぱ別物なんだよね。恐竜ジャーって新しい戦隊というイメージがありました。今ではすっかり恐竜ジャーもレジェンドな戦隊ですね。さあ再び元に戻しましょう。他の充電流たちをさらに合体させます。プテライデンオウエスタンやロケット変形プレズオーブンパキー、まあ、このようになって、で最終的にアンキドンだけが余っちゃうのかな。今日はここまでですね。さあいよいよ次回はついに登場、脅威の6体合体ギガント恐竜人です。楽しみにしていてください。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になった、一緒に遊んだ気持ちになった、懐かしい気持ちになったよという方、チャンネル登録と熱い高評価どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとどんなことでも結構です。おータファ、これ直撃世代だからめっちゃ懐かしいよとかね、
あ、僕も子供の頃にこのギガントブラギオで遊んだなとかね、次回のギガント恐竜人が楽しみだねとか、などなど、あなたのね、なんか思い入れのあるエピソードとかでもいいし、自由に恐竜じゃといえばこんなことを思い出すなとかね、などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待っています。それでは次のギガント恐竜人のレビューでお会いいたしましょう。おとこでした。待ってねー。ガンブヤの出血せよ、ミッションを繰り出せよ、変形が値憧れてた夢のトランスフォーム、ワタファの君チキチキ。